えー、こんにちは、速解剖の久保ですあの YouTube を使って情報発信していくと、まあ、視聴者さんっていうのに出会えるわけなんですよで視聴者さんっていうのは何かに困ってるんですよねもしくは何かを欲しいと思ってるんですよこの両方を持ってないな人はそそもそもインターネットでインターネットで検索をして例えば動画なんかを見てしまうかっていうと、まあ、何かね喜びに出会いたいか自分の悩みに近い人に会いたいかとにかく問題解決を探してるんですよね ま暇つぶしっていうのも問題解決の一つなんで暇でしょうがないなーっていう時にでもさすがにね見ていて不快になるようなものとか無意味だなと感じるものは見ないわけですよですんで YouTube っていうのはそのログインした人のねログをずっと探ってこの人がもっと見たいのは何だろうっていうふうに自動的にサーチしてサジスト出してくれるんですよねさあそれでね 私たちは YouTube で情報発信していますけどもその情報発信した先にはビジネスをやろうとしてるわけなんですよ。まあ、つまりは何か商品を売ってそれを買っていただいてお金をいただくってことをやるわけじゃないですかで商品がこう思いつかないとかねそれから YouTube を通じてのビジネスにもう打つ手がないっていうことはどういうことかっていうとまあすごくわかりやすく言うとね困ったに出会えていないんですよ 人が困ったっていう状況を解決するのが商品になるのに人の困ったっていうね心底困ったことにまだ出会えてないんでしょうね。それこそね背中が痒いみたいなちょっとした困ったには出会えてると思いますけどもお金を払ってでもすぐに解決したいそれを YouTube で放送している人にお願いしたいっていうところまで困った人には出会えてないのかなと思うのとその人の困ったを解決するための,あのまだボールを投げてないんでしょうね。普段の動画の中から この人は何か言ってるけどよくわかんないなと当てにしちゃダメだなっていう風に思われてるとせっかく商品を売ってもまた何か気持ち悪いもの売ってるよぐらいにしか思っていただけないんですよでこの困ったに出会えていないところが問題だと本当に思うんだったらやっぱりね人の困ったっていう声に耳を傾けていくそして相談事がいただけるように問いかけのやっぱり動画をいっぱい作っていかないといけないかなと 自論を展開すするだけでではダメなんですよね、うん、まさに視聴者さんが「あこれ自分のことを言われてるじゃんどっかで見てんのかな」っていうふうに言われるぐらいドキッとするようなことをずっと連発で投稿するわけなんですよ。そうするとその人はまさにねこれはもう自分のことを本当に言い当ててるこの人はそこまで人の気持ちが分かるんだったら自分のことを打ち明けてみようかしらっていうふうになるわけなんですよ。である時ね私がねそっか塾の中で。 あのお金に関ししての動画を投稿したことがあるんですよそれは私は人にお金を貸しませんと貸すぐらいだったらあげますよと返さなくていいんでそれを使って有効に使ってほしいとその代わり交渉が下手だったら1円たりともあげませんっていうね、まあ、そういう風な動画を撮ったんですよそれを30分ぐらいで語ったんですけどね、まあ、そうするとねその動画に対して動画で送ってくださる方がいてね「久保塾長」と「はじめまして私は何々どれそれというものです」 率直に言います。お金をくださいってう頭を下げるんですよ。金額30万お願いしますっていうわけなんですよね。うん。はっきり言ってそれだけだったんですよ。これでは貸せないですよね。その方がなんで30万という金額を必要なのか、なんで自分では用意できないのか、30万ごときなんでね、働くことによって自分は稼ごうとしてないのかっていうところも見えてこないですし、その方に、 例えばお金をくださる方貸してくださる方が周りにいるのかいないのかっていうこともわかりません、まあ、つまり私が攻略できてないんですよでこの人はお金がないことに困ってるだろうけどもでもねただ頭を下げれば知らない人がお金を出してくれるって思うところはこれは困ったなぁと思うわけなんですよねだからまあ簡単に私に対する攻略法といえばね、まあ、動画をいつも見てますと こういう動画でも感銘を受けました。こういう動画でもすごく感動しました。本来なら速下塾というところに入塾して、塾長から教育を受けてね、自分で稼げるようになって、それから30万ごとき、50万ごときは自分で作ればいいんですけども、残念ながら差し迫った事情があって、すぐに30万が必要なんです。それこれはどういう理由ですっていうことをお話したりとかね。同じ年代なんで分かっていただけると思いますと。私もロスジェネ出身です。みたいな感じで私の感情を揺さぶったりとか。 それからいろんな動画を見て一番いいのは久保塾長の動画でもう3ヶ月も前から見ていましたそして今日この動画を見てあ自分のことを言われてると思ったんで打ち明けますけどみたいな感じでねさまざ、あ、まポイントはあるはずなんですよ私の気を引くようにまあでもね自分の要求だけ使えてあのよろしくお願いしますではこれはなかなかね何とも言えないですよねまあこれをやるってわけじゃないですけども久保塾長の速果塾を3人に紹介して3人に販売しますんで そうしたらね1人当たり10万円の紹介料をもらえないでしょうかと合計30万になるんですぐらいの具体的な戦略を持ちかけて紹介料をくれとかそういった話になるんだったらこれはまた私もね心動きますよねじゃあ無理やりおすすめのないようにちゃんと誤解なくお伝えできるようにちょっとねまあセールスの文章とセールストークをこっちで作るんでそれを見込みのある人に送ってくださいとそれ以外は付け加えないでくださいみたいな感じですね あのお願いいしてジョイントを瞬間的に組むこととがあると思いますよね、まあ、だからねお金が欲しければやっぱ借りるにしてももらうにしても商品やサービスで対価を差し出すかもしくはあ何かのねこうインセンティブを与えることによって現金を得るということ、まあ、そういったことで自分の困った状況っていうのは解決できるんではなかろうかと思いますけどもん、まあ、ちょっとねその時はお金はとてもじゃないけど出せなかったんで。 えー、攻略方法を教えてねこういう時はこのようにやったら私のことは攻略できるんですよっていうふうにお話しして、えー、それをやるとね使ってくるのかなと思ったら使わなかったですよね残念ですよね私が正解を教えたんでそれをそのまま使えばはいどうぞってなったはずなんですけどもそこには二の足を踏んだみたいですうんはいまあ後々ね他の方法でその方はあのー、現金を手にすることになったんですけどもその方法はまた別の機会にお話ししましょうまあというようにね YouTube で放送していて商品が売れないっていうのはそしてもしくは商品がたくさんできないっていうのは人の困ったったてていいう感情にまだまだだ出会えてないそしてもう一つ人のの困ったを解決するその経験が少ないでしょうねお金を払いたくても払,払ってでも解決したいような問題に取り組んで実際にそれを解決してお金をもらったっていう。 まあそういうふうな経験があれば、それと同じことをインターネットにするだけなんで、そんなに難しいことはないんですよ。まあ、人は大体いいお金に困ってますし、仕事に困ってますし、恋愛関係に困ってますし、健康に困ってるんですよね。だからネタは無数にあるわけですよ。じゃあ、そのネタの何かを 一つ取り上げて無料コンテンツという形で動画をどん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 出していってこういう場合はこういう風に解決しますこういう場合はこういう風に解決します例えばこういう風な解決方法で私は一人の人をこういう風にね改善しましたみたいな具体例をどん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 出していくことによって信頼残高っていうのが上がっていくわけなんですよねまあその上で商品を紹介するとか自分の商品のサポートはこうですとかねおそらくこういう風な商品の不備サービスの欠落があることを不安に思ってらっしゃるだろうけどもそうじゃないですよと なぜなら自分のことを保証するこういう人もいますこういう人もいますこの人は私のことを応援してくれますだから大丈夫ですみたいなことをねお話ししてどんどん外ぶりを埋めていくとかね、まあ、その上で自分にはこういう生活背景家族がいるんで、えー、もう嘘なんてつきませんとかねそういった形のメッセージを送ることも重要ですしねであとはね困ったに出会えてないと困ったを解決してないっていうところをここまででお話ししたんですけどもそれとは反対に あの人の欲しいに出会えてないもしくは欲しいを叶えていないこれもだから商品を作る経験値を下げる要因になりますですんで欲しいものをどんどん手に入れていく経験をたくさん持つこととそれから周りの人が欲しいと思っていることをどのように手に入れてもらうかそれを叶えるために自分は力を尽くすかってことがそのままビジネスのトレーニングになるわけですよだってね問題解決したいよと思っている視聴者さんって欲しいものが手に入らないからそれをどうすればいいでしょうかっていう問題でしょ 健康にしても彼女にしてもお金にしても新しい仕事にしても欲しいと思ってるのに手に入んないから困っていて検索するわけですよ。で結局ね欲しいで困ってるのかないから困ってるのかってまあ同じようなもんなんですけどね。だからそこにこう金銭に触れるような、ね、感情に触れるような放送がたくさんできているところが。 まさに集客になっていくわけですしそれを濃くできるのがライブ放送だということなんですよね、まあ、ですんで狙ってやるってことが大事になってきますよねこれはビジネスなんで暇つぶしてやってるわけではないんで本当にね全ての15分なら15分30分なら30分のトークの中に無駄は一個もいらないんですよ全て真剣にしっかりと視聴者さんの目を見据えてですね あなたのために私の力が必要だってことが分かりましたかみたいなメッセージで、ね、送り続けることが非常に大事なことになってくると思います。えー、それでは今回はですね、なぜ商品が売れないのか、なぜ商品のネタが尽きるのかについてお話ししてみましたけども、どのようにお感じになったでしょうか以上です。いってらっしゃい。